レテラ。はい、こんばんは。というわけでね、レテラやっていきたいんですけども、まあ、これまでねすごいたくさんパートを費やして守備力を上げようということでね、プラチナを掘ってきたわけですけども、今ね手持ちが42個、これを使ってですね、ちょっと今防具がねプラチナの兜鎧ここまで来ましたね。で銀のすね当てで我慢したんですけども、ようやくね最後のすね当てが作れるということで、早速ね作っていきたい。いやー、探索パートね長かったんでねね、ついにね作るよ。すね当て30個おお大丈夫、いきます。作りまして、作りました。なんとまだ12個残っている。そしてこれをつける、つけてなんと守備力24。どうだどうだ、天下取れるかこれ天下も取れるかもしれん。レテラ。そしてですね、こちらもちょっと探索会たくさんやった成果なんですけども、こちらのねライフクリスタル、最大ヒットポイントを増やすやつですね。1個使うと20使うやつが7個あるということで210上がるんですかね。20違う、140上がる、320になるね今ね。とこの MP がね、 MP まだマナというのが60しかないですから、これでたくさん上がるので、ちょっとまず星の方でね課金をしていきたいと思います。そしてね、ジョセフの方も、ジョセフ今2段ジャンプできたのかな、今全員2段ジャンプできるのかな、2段ジャンプできる。そして最大 MP を上げていく、そして HP を上げていく。最大 HP と最大 HP がこのストーリー進めるのに結構影響しているそうなので、すげえ魔法打ってきてるな魔法も着実に強くはなっているよね。結構いけるよね、いけるかもしれない。というわけでヒットポイント上げていきます。ヒットポイントを、最大ヒットポイント上げていくことで話が進んでいくんじゃねえかっていうことでね、結構上がるよ。これのモブの方よりも上がったよこれ。おお、はい、というわけで320になりましたねそうそう死なねえんじゃねえかなこれ、荒ぶってるけどはい、というわけでね、しっかりとした瓶詰めの雲ということ でヘルメスブーツ、走る速度が上がるやつね。で敵の防御力を 5% 無視する、疾風のサメ葉のネックレス、どういう意味だ3% 移動速度が上がる。でプラチナ装備、そして謎のゴーグルということでね、こちらの装備はこなくて、で先ほどのねキュアピースとジョセフの2人は2段ジャンプができるようになり、魔法もねどんどんジャカスカ打てるよという状況ですね。そしてまあお部屋なんですけどね、魔法ここぞとばかりにジャカスカ打ってますけども、で結構ね装飾品の方も増えてきて、でねこう住み着く方も増え、でまあこれ以上はねきっとねなんか強そうな敵をやっつけないといけないんじゃないかということで、今ヒットポイント上げたんですけど、これまたランダムにね敵が襲いかかってくるので要注意ですということで。入れてろ。ドゥリム、もし誤って手足を失ってもモルリーが何とかしてくれるさ、いつも言ってるね。手足失うと大変ですけど何とかしてくれるぞ。タンちゃんの周りをうろうろしている老人を見て、あんなにか困ってそうよね。見てないかな、こうしてくれる。新たなね、そろそろね女の子が欲しいところですね。キュアピースとこの子だけなんで、そのむさ苦しいんですけど、誰か女の子が来てくれることを期待しつつ旅に出よう。夜長いな始めるとなんか事件が起こってたり夜だったりするよね。夜行けるのか、ちょっと今日はねもう刀も取ってるし、守備力も結構上がってきて、魔法も2人もね取ったし、これなんかちょっと強いとこ行っても大丈夫なんじゃねえかっていう記号的観測があるので、ちょっとね強い地方、左の方にいわゆる地獄的なもの、 BGM 変わってねなんか強い敵が飛んでくる地点があるんですけど、そのちょっと行ってみようかなと思っています。これワンチャン今行っちゃって大丈夫、あんま夜の地獄とこっちは違うのかな、試して行ってみようか。入れてろ。操作が思いつかないです。このセンターの方に何かありそうだけど、どうだろう、これ掘れないの、これ掘れないの、
弾なのと爆弾でここをやらないといけないってことか。下の方になんかありそうですけどね。爆弾爆弾でないとダメ。ほい、怖っどうせ落ちていくけど怖い怖いけど危ない。あるね、そうか、爆弾なんだ。なんかあるね、爆弾なんだね。ここを壊すには爆弾が必要。先ほどね、爆弾箱がありましたけど、爆弾箱からいずれ持ってこようか。入れてろ。はい、そんなわけでね、爆弾を使うところまで戻ってきました。爆弾を持ってね、爆弾がここにあるので、はい、ここにね、多分ここにちょっとね、ぼんやりしてるんですよ。この下の方もお分かりいただけるかな。ちょっと壊したいので、ちょっと爆弾を仕掛けますね。爆弾がちょっと爆弾がどういう軌道でいくかわからないんで、おのおの注意してください。あ、そっち行った怖い怖い、跳ね返るわ。ちょっと横から爆弾を投げるので気をつけてください。この爆弾投げると下行くか。投げます。爆弾を投げます。なんか跳ね返って ここ来そうだな。ここ来たねな作業、地道な作業が続いておりますが、きっといいものが入っているんじゃないの。謎物質の中に、ダークマターみたいなものの中に、はい、もうワンチャンいければいいのか。この中に投げ込むということだな。ホースを飛んでく、ちょっと
ポーンと頭に投げたんだろう。怖いわ。エボンストーン何かに使えるといいね。硬そうだから、でも硬そうだから、あの間違えて置いちゃった時に撤去が大変そう。よし行くぜ。なんか怖いぞ。なんか生まれたっぽい。なんか何らかのフラグになっちゃった。おお。いや、巻き込まれましたけどね。クラッシュ。よし、やってやんぜ。割ってやんぜ。割れろー。どうした？スクリームズエコーアラウンドユー。どういうこと？なんか取った？なんか取れてるかどうかわかんねえんだよな。入れてろ！キュアピスにはすごい置き方をした。タイムズ。落ちる。落ちてる最中に戻るみたいな。危ない、危ない。弾弾キュアピース弾発弾発の可能性があるってことかな。あるね。見たことない弾あるね。デジャブ感がすごいね。弾の近い行こうかな。もう2つあるね。もう1つだからこっちからだね、きっとね。ここに投げ込もうかな。ここに投げ込む勢いで、はい、サイリウムを投げ込んでくれてありがとうございます。そこに、そこに行くように、そこに行くように投げます。はい、いっけー。おい、もう一発いるのかな。もう一発いるのが作業ですね。おっとおっと、ごめんなさい。すごいびっくりだった。あっと、そしてあまりあまり開かなかった。おい。そう来るとは思わなかったな。すみた。おい。おいになるかもしれないんで気をつけてね、二人ともね。はっ、あぶね、爆弾に寄ってっちゃう病が。あれ、弾が、わあ、びっくりした。びっくりした。でかいの出てきた。すごいでかいの出てきた。びっくりする、唐突。どこをどうしていたのか。もう何が何だか分からない。ダメでした。